で、このブランドね、なんか4つの理念があったんですよ。快適性どうなんて言われたら、確かに快適。まあ、デメリットとしては、やっぱ完璧に重たいんですよ。はい、本日ですね、こちらサンダルなんですけども、履くだけでおしゃれにもなるし、健康にもなるというサンダルをご紹介していきたいなと思います。チャコというブランドご存知でしょうか？これがね、実はアメリカの医大の方からも太鼓判を押されてるっていうサンダルで、まあ、ちょっと一回開けていきましょう。その中でも一番定番のモデルのこの Z1 クラシックっていうのを買ってみたんですね。まだ僕履いてないんで、どんな履き心地とか全くわからへんし、サイズ感とかもわからないんですけど、とにかく、まあ、足のことをめちゃくちゃ考えられてるというサンダルらしくて、以前購入したこのルナサンダルってあるじゃないですか。このルナサンダルにも結構近い形で、ルナ買うかこのチャコ買うかって迷われる方多いらしいんですね。まあ、サンダルの中では結構まあマイナーというか、そんなめっちゃくちゃもうみんなが知ってるって感じじゃないかもしれないんですけど、まあ、ちなみに僕は知りませんでしたけど、その中で、まあ、一番まず定番のやつを買っとこうと、早速履いていきたいなと思います。サイズがですね、こちら 28cm を着用します。まあ、正直ね、サンダルなんてね、どれもあんま変わらんのちゃうんと思ったりするんやけども、履き比べていくと結構違うかったりするんですよ。はいはいはい、なるほどなるほどなるほどね、はい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 、あ、はい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 、いかがでしょうか、見えますかね、下ね。サイズ的にはとぴったりですかね。まあ、普段のサイズ感でいいんちゃうかなと思います。28やったら28とかでいいかなと思います。で、このブランドね、なんか4つの理念があったんですよ。まず1つ目っていうのがフィット感を持たせる。で、2つ目っていうのがコンフォート、要は快適性を持たせる。そして3つ目っていうのがサポート性、しっかり足をサポートしていく。で、4つ目っていうのがパフォーマンス、性能を高くするっていう、この4つがあるらしいんですよ。そんなん揃います？それ揃っとったらもうめちゃくちゃ有名になってるでっていう感じなんですけど、まずフィット感としては、ここのね、ストラップの部分がまあ自分で調整できるから、まあ確かにそれはフィットすると思うんですね。だから、まあフィット感は特段これやからすごいフィットしてるっていうわけじゃなくて、まあサンダルってこんな感じだよねっていう、正直ね、そんな感じになってます。で、次快適性なんですけど、快適性どうなんて言われたら、確かに快適。同じね、医療でも勧められてるアメリカのこのヌーソルとかもあるじゃないですか。こういう鼻緒のタイプのサンダルとかっていうのもあるんですけど、こういうのってね、これはこれでいいんですけど、親指と人差し指のところにここしっかりなんかホールド感があるというか、なんか物挟まってる感ってあると思うんですね。だからそれがサンダルやって言われてそうなんやけども、これに関してはなんか素足で履いてる感覚にやっぱ近いですね。だからさっきのルナサンダルとめちゃくちゃ近いんちゃいますかね。ただルナサンダルと大きく違いは何かというと、ルナサンダルってこれ見てもらったら分かる通り、ソールめちゃくちゃ薄いんですね。で、これ薄い方じゃなくて、これ分厚い方なんですよ。ルナサンダルの中でも分厚い方のサンダルなんですね。って考えた時に、ソールの厚みがもう全く違うよねっていうことで、このチャコの方がホールド感は確かにあります。しっかり足守られてる。だからこう歩いとって段差とかでグリーンってなりづらくなってるんやろなっていうのは分かるんやけども、その代わりちょっと重たく感じますね。なんかこう底が重たいというか。で、このルナサンダルはもうめちゃくちゃ軽いから、まあ、ほんまに素足で履いてるのにめちゃくちゃ近いんですけど、まあ、快適と言われれば快適なんですけど、まあ、足をしっかりサポートしてくれてる分、なんてやろう、上はサンダル、このこっから上はサンダルだけど、こっから下はスニーカー履いてる感じっていうのかな、まあ、ちゃんとホールド感もあってでも涼しいみたいな感じになってます。で、サポート性なんですけど、サポート性は多分おそらくソールの部分になってくると思うんですけど、このソールの部分っていうのが実はアウトソールの開発に2年ぐらいかかったらしいんですね。アメリカの整形外科も監修してアドバイス出して、人間の姿勢とかそういうのを研究した上で作られてるらしいので、医学的なことはもう全くさっぱり分からへんけども、確かに履いててかかとがキュッて高い分、なんかこう背筋がちょっとピンとなるというかね、もうフラットやったらなんかまあ別にそんなあんま姿勢とかないけども、姿勢がね良くなってる気がせんでもないです。正直それが原因なのかどうか分からへんけども、ちょっとやっぱ重たいですね。ちょっと重さ測ってみましょうか。ゼロにして、この右足をね置きたいなと思います。置きます。ポン。そうすると、あ、やっぱ 402g ある。 402g ってエアホースぐらいあるんですよ。エアホース版ぐらいで、ルナサンダル置いてみると、これもゼロにして置いてみると177、半分以下ですね。で、履き心地はね、どうなんて言われるとね、履き心地とかそのなんて柔らかさみたいな、リカバリーサンダルみたいなふわふわした履き心地あるんっていうと、それも全くないです。どっちかっていうとちょっと硬いっていう感じなんかな。リカバリーサンダルってね、こうギュッと押したらあのへこむじゃないですか。そういうのはないですね。押してもこうへこむとかはないので、まあ、本当になんていうの、アウトソールっていう感じですかね。他のこういうリカバリーサンダルって押すとね、こうへこんでるのかな、こうへこんでいくんですけど、そういうのがもうないので、手羽とかと一緒かな。手羽とかもあんまへこみませんもんね。こうやってね押してもね、これ手羽持ってきたんですけど、手羽はへこむな。手羽の方がへこみますね。クッション性は手羽の方がいいと思います。ちょっと今左足に手羽履いて、右足に、チャコ履いてみたんですけど、どうなんやろう。
わあ、まあ微妙やな。僕個人的にはテバの方が好きですね。チャコのレビューしといて言うの申し訳ないけども、どっちかっていうとその柔らかさもあるし軽いんですね。これ何グラムやろ。テバの片足が重さがね、うん、300にやっぱ100グラムぐらい軽いので、まあ皆さん大好きなね、アサヒスーパードライよりは軽いと思ってください。アサヒスーパードライは350ミリリットルやから、350グラムあるんですけど、それよりテバは軽いし、逆にこのチャコはスーパードライよりもちろん重たいし、で金麦よりも重たいって思っていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあロング缶よりは軽いっていう感じかな。で一応値段がですね、12,100円なんですよ。これをどう思うかですよね。足のサポートとして履くんやったら全然ありやと思うんですよ。ただこう毎日履く時の快適なサンダルが欲しいって言われたら、まあ、正直テバの方がいいんちゃうかなと思うんですね。でテバが確かね6,000〜7,000とかそのあたりやったと思うんですよ。だから半額近くで買えるって考えた時に、今のところ値段とか快適性とか毎日履くこと考えたらそうなんやけども、姿勢良くするとか足をしっかりサポートする、足裏ですね、どうですか、足裏をしっかりサポートするって考えたら、まあ、このチャコの方もね、まあ、悪くはないんかなと思うんですけど、まあ、デメリットとしてはやっぱ完璧に重たいんですよ。それがちょっと気になりますね。エアフォースワンぐらいあるって結構重いじゃないですか。スニーカーの中でもエアフォースって結構重いよねって感じなんやけども、ついついバンズいっちゃったりするんですけど、それ考えたらサンダル界のまあエアフォースぐらいの重さだから、まあサンダルでいうところのブーツ履いてるみたいな感じだな。余計わからなくなる。まあちょっとね、とにかく重たいっていうことです。まあただチャコのやつもね、これ結構種類多いんですよ。で今回は一応定番のこの Z1 クラシックってやつ買ったんですけども、 Z2 とかあって、これバイクの話じゃないですよ。川崎のバイクの名車の話してる、鬼塚の話してるわけじゃなくて、違うタイプのやつも結構あったりするので、そういうのとか見ていくと、もしかしたらもうちょっと軽かったりとか鼻緒のタイプがあったりとかしたりするので、おすすめの人としてはやっぱり今めちゃくちゃ姿勢悪い人多いんですよ。でめちゃくちゃ姿勢悪い人っていかにも頼りなそうになるじゃないですか。こうなってる人っていてるんですよ。ほんまに嘘じゃなくてマジでこうやって首こうやって前出てる人って本人気づいてないんですけどいてるんですよ。でそういうのってやっぱり日頃からこうなってるから、もう無意識にこうなってるんですよ。いやいやいや大げさに言ってるやんって思うじゃないですか。マジでいてるんですよ。マジで首こんな前に出て歩いてる人いてるから、もうそういう人とかは履いた方がいいと思うし、そもそもそんな毎日意識するの無理やから、まあ、ちゃんとそれで姿勢を良くしたいっていうのであれば、このテバと比べても、テバってどっちかってフラットなんですよ。履いてる感じがちょっとフラットやなって感じだけども、この Z1 クラシックの方はやっぱりその姿勢をちょっと良くしようということでかかとが高くなる。これ多分ね、特徴的に姿勢良くするって全部そうなるんやけども、このヌーソルもそうやったんですよ。ヌーソルもかかと高いんですね。で多分その角度もあると思いますよ。その難度とかは知らんけどあると思うんやけど、まあ、それによって姿勢が良くなる。で姿勢が良くなることによって、この人なんか自信ありそうやな、この人なんか男として雰囲気あるな、こんな人に雰囲気ないんですよ全くね。だからこうシャキッとして、まあ、別にそれでカッコつけるわけじゃなくて、普通にこうやって立ってるだけでも普通の人とオーラ違うよね。なんかファイルさんみたいなやつになってくるので、やっぱ姿勢から入ると思うので、特に僕も35歳になってからね、これ姿勢とかマジで大事やなと思い出して、まあ、筋トレとかしてるわけなんですけど、まあ、トレーニングしてたら背筋とかついてくるからいいんですけど、そういうのしてないって方であれば、まあ、こういうね靴でサポートしていくっていうのはありなんかなと思います。あとまあ人とちょっと違うというか、手羽とかはもう見慣れまくってるし、こんなん世の中に溢れまくってるけども、テバに比べるとちょっとナイロン部分がね、こう確かリサイクルのポリエステルかナイロン使ってるんですけど、ちょっと光沢感あるんですよ。多分おそらくこの生地をギュッて詰めることによって、この光の反射が多くなってるんですね。生地が隙間がいっぱい出てくると光って吸収しちゃうので反射光沢感出ないんですけど、その光沢感が少し出るようになってるので、まあ僕みたいな感じでこの長いパンツ大人方履く方って多いじゃないですか。ショーツも履くけども、ちょっと出かけるときにすね毛もじゃもじゃでちょっと外歩くのは嫌やなっていうときなんかは、こう長いパンツ履いてより綺麗な感じにしたいってなったら、この手羽履くよりも、手羽ちょっとやっぱ少年感あるんで、まあこっちの方が大人っぽい感じにはなるんじゃないかなとは思います。コーディネート的に言うとね。で姿勢的に言うとこっちの方がいいやろうしっていうところなんですけど、あともう一個デメリット言うの忘れた。脱ぎはぎめんどくさい。これね、慣れてもめんどくさいんちゃうかなと思うので、そう考えたらもう一回手羽の話戻るけど、手羽ってこれベルクロって考えられてるなと思います。だってこれパッてやったらもうあとすぐ外れるけども、ここのね金具をこうギューって引っ張ったり、ここをヒューって持ち上げたりするんですよ。だからまあこうあったら、ここをヒューって引っ張ってあげたら閉まってくるよと。でここの金具をヒューって持ち上げてあげたら外れてはいくんですけど、この紐たちが立体的になってないんですよ。だからこうペタンってなったりするんですね。でこのペタンってなった時に足通せないんですよ。ただこれやっぱ立体になってる鼻緒の部分とかって、やっぱ足入れるのやりやすいじゃないですか。スポンってこうやって入ってくるけども、こういうペタンってなった状態でね、足入れようと思っても入らないんですよ。まあそういうのがちょっと脱ぎはぎがね、ちょっとまあめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、まあ、手羽も同じくこう立体になってるじゃないですか。こう立ち上がってくれてる、こうペタンってなってへんから、履こうとした時にこのままヒューって履けるじゃないですか。でもこういうのは楽ちんやなと思いますけど、まあそのあたりがデメリットぐらいですかね。まあ大人っぽいのはどっちって言ったら、まあこのチャコのやつの方
が大人っぽいんちゃいますかね。だから奥さんとか女性の方とかがどっちがいいかって言われたりしたら、多分こっちの方がいいって言うんちゃいます。いや、あんたそのなんかカジュアルみたいな小学生みたいなサンダルやめてよって多分手早いって言われるけども、まあ、こっちのチャコの方やったら、まあ、大人っぽい感じだから、まあ、これでレザーとかやったらねもっと大人っぽいけど、まあ、これナイロンだけどやっぱ光沢ある感じが、まあ、プラダとかもそうじゃないですか。プラダとかもナイロンなんやけども光沢あるナイロンギュッてこうドズメして使ってたりするから、まあ、そういうのとまあ近いというかね、ちょっと大人っぽい感じにはね、まあ、なるんじゃないかなっていうところが、まあ、デメリットとまあメリットになってくる、おすすめの人になってくるんじゃないかなと思います。まあ、あとはサンダルなんで、まあ、濡れてもいいし、で、まあ、ガシガシ履けるし、まあ、こういうストラップのとこも丈夫になってるし、ちょっとみんなともうサンダル被るの嫌やねんなっていう人なんかにはねいいんじゃないかなということになっておりましたね。ということで、まあ僕個人的な意見としては、やっぱ脱ぎ上げのしづらいサンダルって僕の生活スタイルに合わないんですよ。よく脱いだり履いたりするんですね。仕事場来たらサンダルに履き替えたりとか、あとジム行った時も靴履き替えたりしなあかんってなったら、1日サンダル履ける方とかやったら全然これ脱ぎ上げする必要ないのでいいと思うんですよ。あのそれこそショップ店員、アパレルの店員さんとかやったらずっと履いてはるからめっちゃいいなと思うけど、僕の生活スタイルにこのスタイル合わないんで、まあ、おそらく自分は履かへんかなと思うんですけど、自分の生活スタイル的に俺ぴったりやと、これ1日履いたら脱がへんぐらい、もう水虫中に溜まってんちゃうかなっていうぐらい俺脱がへんねんっていう人なんかにはねいいんかなっていうことで、本日はですねチャコの Z1 クラシックっていうサンダルを紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。